演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。こちらファミリーマートのクッキードーナツ、蜂蜜ラウムシュガーソースと抹茶チョコ&クランベリーを食べたいと思います。あー、なんか確かに裏側見るとちょっと見せづらいですけど、ドーナツっぽい感じはするんですよね。でもどんなドーナツなんだろうと、この前もう一度見せますね。初めからこうしとけばよかったですね。ではどんなものなのか、いただきます。どなたもさっくりしていますね。からそして甘酸っぱさもあって美味しいです。どちらのドーナツも生地は確かにオールドフォーナツドーナツ風ファッション、いや、どちらのドーナツも生地はオールドファッション風のさっくりとしたドーナツ生地で、サクッサクッとしたいい音を感じることができました。その上で蜂蜜風味のシュガーフルーツは、蜂蜜のあっさりとした甘さとフルーツの、つまりホワイトフルーツのザクザクとした食感を感じることができました。それらは生地とよく合っていましたね。でこちらの抹茶チョコ&クランベリーは、クランベリーの酸味があり、抹茶チョコがほろ苦いだけじゃなく、生地の方にも抹茶が練り込まれていて、抹茶を堪能することができました。それでもクランベリーもそれに負けない甘酸っぱさがあって美味しかったです。なのでどちらも美味しかったですので、こちらもこちらの期待にするとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞編、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。